2015年まで活動していたイギリスのレーシングチーム。本拠地をノーフォークに置いていた。デイビッド・シアーズ・ジョーダニエフ3チームなどで活躍したイギリスの元レーシングドライバー、デイビッド・シアーズが日本で英会話教室などを運営するノバと提携し、1991年に設立した。チームオーナーは当時ノバに勤務していた井上隆友帆。 中野真嗣などの若手と、オーナーである、井上隆友を用して全日本 F3 選手権に参戦。日本のレースに、ダラーラのシャシーを初めて持ち込み、ダラーラのワークスとして1993年シーズンまで参戦した。F1 参戦を視野に入れて、1993年末に、国際 F3000 チームを結成。井上とヴィンセントソソスピリを用して、 1994年により国際 F3000 選手権に参戦した。1995年にはソスピリがシリーズチャンピオン、リカルド・ロセットがシリーズ2位を獲得。その後もリカルド・ゾンタ、ファン、パブロ・モントーセバスチャン・ボデラがチャンピオンを獲得した。1994年には 元トムスギガバイトのスタッフと共に F1 マシンのデザインを起こすまでになっていたが実際にステップアップするまでには至らなかった国際 F3000 選手権の後を継いだ GP2 には初年度の2005年から2011年まで参戦2006年を除いては毎年必ず1勝以上しており優勝7回ボールポジション5回ファステストラップ8回を取っている 強豪チームである。2008年から2011年までは GP にアジアシリーズにも出場した。1996年にはイギリス F2 でチャンピオンを獲得。同年をもってシリーズが終了したため最後のタイトル獲得チームとなった。1997年には F1 ローラチーム撤退によりレースシートを失っていたヴィンセンツソ,ソスピリをして フォーミュラ日本にチーム未来とタッグを組んで、富士と鈴鹿の2戦に参戦。しかし、ポイント獲得とはならなかった。1998年には、フォーミュラ日本のチームトムスにスーパーノバとしてスポンサード。馴染みのロゴが、マシンやレーシングスーツに掲げられた。AA1 グランプリでは、ドイツチーム、パキスタンチーム、ニュージーランドチーム、 ブラジルチームの運営を行い、2006から2007シーズンにはニコヒュルケンベルグを要するドイツチームが優勝した。また、ベネトン、ルノー、ウィリアムズ、ジョーダン、BAR、メルセデスといった F1 チームのジュニアドライバープログラムにも協力してきた。2005年には GP2 で下田俊聖を起用する予定が開幕直前に変更された。2006年末に 吉本大輝をテスト。遺跡の可能性も大きかったが吉本はフォーミュラ日本参戦を選んだ。2007年にノバが会社構成法の適用を申請。スーパーノバレーシングもノバグループを構成するグループ企業ではあったが、独立性が保たれていることから解体などは免れたもののノバグループからの支援を失った。現在は 新旧の場との関係は断たれているが、チームロゴやチーム名の変更は行われなかった。2011年末には、ゲルハルトベルガーが、チーム買収のために視察に入るなどの動きがあった。ものの交渉は決裂し、GP2 から撤退することになった。GP2 撤退後は、オート GP に参戦しており、2012年には、エイドリアン・クアイフ・ホッブスがチャンピオンを獲得した。 また、2014年9月より開催された FIA フォーミュラー E 選手権に参戦しているトゥルーリーフォーミュラー E チームの運営を委託することになった。2013年に関連会社スーパーノーバチューニングを設立し、市販車のエキュの開発やリマッピング事業を行っている。なお、1998年末には立川雄二がテストを受けている。 ありがとうございます。